君の脳に直接届くモンソルのプライムです。さあ続きをやっていきます。なんか別世界っぽいところに来ちゃったと。映画じゃあるまいし。道間違えたんだよ。ねえ、ちさと。うーん。なんかそれがこう映画とかのセットに使われるような <laughs> テーマパークに来ちゃった説。お、歩ける。 確かに後ろのこのなんか建物の感じとかすごい古いけど、このゲーム自体も古いから <laughs>、よくわかんないね。先輩、向こう、向こう商店街じゃない行ってみようよ。あ、そこ交番もある。おまわりさんに聞けば何かわかるかも。交番に行ってみようか。そうだね。交番で聞いてみよう。 やあ、君たち。何か言おうか。<laughs> う俺の喋り方もあるけど、この見た目死ぬほど怪しいね。この人だって、この人もしかして、迷子になったのかいえ、その、みんな迷子になるんだよね。ここに来る人はみんな迷ってる人なんだ。えここはどこここってどこなんですここここは、街さ。 街ってどこのどこのさあ、忘れたな。忘れたって、そんないい加減な。いやー自分もずっとここにこうしているような気がするんだけどね。今はいつなんですか今っていつなんですかこれもわかんなそうだな。いつそう。今は夕暮れ時かな。4時だったか、それとも5時。いや、6時だったか。 何年の何月何日なんですかいやーすまないね。実は知らないんだ。今が夕方だってこと以外、時間のことなんか考えたことないな。そんな。ちょっと真面目に答えてよ。ひなしろ高校はどっちひなしろ高校ってどっちの方ですかひなしろ高校。さあ、聞いたことないな。だって、ここひなしろでしょ え、そうだったかなそうかもしれないな。どういうことなんですか南町はどっちすまないね。忘れちゃったよ。で、何のようだっけ何なんだよ、この親父。じゃあ、これにしよう、B。小さい女の子を見ませんでしたかあの、ここ4歳くらいの女の子が通りませんでしたちかこちゃんっていう子なんですけど。女の子。 さあ、どうだったかな見たかもしれないけど全然使えないな、この純さ。でも小さい子は悲しいんだよね。小さい子ほど迷子になりやすいんだ。女の子。ああ、そういえば見たかなその子どっちに行きました確か、商店街の方だったような。でもま、ここを通る人はみんなあの商店街に行くんだ。その女の子も多分ね。ゆかりちゃん。 ここやっぱりちーちゃんも迷い込んで。そんなの分かっても無駄ですよ。私たたちだって迷子みたいなもんじゃないですか。とにかく行こう。他にどうしようもないし。うん、そうだね。君たち商店街に行くのじゃあ最初はちょっと怖い思いをするかもしれないな。けどね、この夕暮れの美しい光の中に身を任せるんだ。そうすれば、町は君たちをきっと受け入れてくれる。 町が受け入れるそう。きっとね。うん。ありがとうございました。何なんかこの人親切なんだか、親切じゃないんだか、怖い人なんだかよくわかんないね。どの道じゃあ商店街に行くのか。旭通り商店街。あ、なんか昔ながら勘出てるね。旭通りなんか聞いたことある気がするけど。 サンモールのことじゃないあのアーケードのこれのどこが昔はアサリ通り、アサ通りって言ってたって。今アサリって言い間違えちゃったからすごいアサリ食べたくなったクソ今でも正式な名前はそうじゃないかな。どういうことこれがサンモールなら今は一体いいつだっていうのうん。 静か。おじさんいるよ。知らない、おじさんが。あ、動けるんか。おじさん話しかけてみよう。労務者。どうしよっかな。腹減ったな。仕事行かなきゃなんないんだけど、どこだか忘れちゃったんだ。不景気だからさ、やっと見つけた仕事なんだけどな。もう何日食ってないんだろう。なんか眠くなってきちまったよ。なんかみんなぼーっとして暮らしてる雰囲気だね、なんか。 買い物に出たんだけど、金落としちゃったんだよ。カラカラ転がってよ。金が逃げてさ。飛び出しちゃったんだよね、道に。確か急いでたんだけど。早く戻らなきゃいけないんだけど、どこに戻ればいいのか、わかんなくなっちゃって。忘れちゃったんだ。みんな忘れてるね、いろんなもの。や百や、とかあるよ。ああ、行けるわけじゃないんだね。人に話しかけながら行こう。ゆかりちゃん。何 胸騒ぎがする。<laughs> もう胸騒ぎどころじゃないけど。どうしてだってここにいる人たちなんか変だよ。いつの時代,時代の人たちなのみんなすごく当たり前のことを忘れてるって言ってるよね。確かし。あのね、私さっきからずっと思い出そうとしてるんだけど、今日何日だった ?8 月なのまでは覚えてる。でもそこから先が。何でボケてんすか 今日は投稿日だったんだから、え思い出せない。なんでわかんない。私たちも少しずつ記憶をなくしてる。やばいね。このまま行ったらもう、いざったかなーって感じになっちゃうね。なんだなになんか盛り上がってるってことでいいのかな街頭テレビ。なんでみんなでこんなとこでテレビ見てんの これ、街頭テレビ。そんなの大昔のもんでしょう今時なんでわかんないよ。だけど、今いつなんだろうここが私たちの知ってる現代のひねしろだって本当に言えるもし別の世界に紛れ込んじゃってたら。先輩、どうしよう。うーん。誰かに話聞いてみようぜ。あ、紳士が出てきた。 いやあ、お嬢さん方。あの、すいません、ここは、驚かれてるようですが、この広場に気づかれましたか。ここにはたくさんの人間の記憶が渦を巻いている。記憶そう、記憶です。我こぎ出すは忘却の海。これ、不気なる旅なり。雷鳴と相友の地上に別れを告げ、無くなる魂の地を目指さん。 お嬢さん方、感じませんか様々な人生を生きた様々な人たちの様々な思い出。喜びや悲しみや憎しみや愛情。僕のように歳をとってしまうと自分の記憶に諦めもつくんだろうけど、若い人や幸せだった人はみんな捨てられないものをたくさん持っているようです。捨てられないものそう、ご覧なさい。みんなテレビの画面に映る一番大切な記憶に見入っている。 過ぎ去ってしまった時間を慈しむように自分だけの歴史を少しずつ巻き戻しているんだそうやっていつか消えていってしまう自分の時間にお別れするというわけですどどういうことだかさっぱりそう初めは誰でも受け入れ難いのですでもこの夕日はそんなささやかな抵抗も溶かしていくお嬢さんたちもほら少しずつこの町の空気にその姿が薄らぎ始めているえっ どういうことだいなんだおーなんかまた違うところに来てしまったうん動けないねえなんで私らはこんなとこ立ってるの あの、テレビ見てた人たち、どこ行っちゃった知らないよ。千里どうなってるのわかんない。何が何だか、全然。ああ<ー>。先輩、ここなんか懐かしいような気がしません懐かしいうん、この風景、ずっと前から知ってるような。<laughs> なんとなくだけど、サザエさんの見たことある気がする、俺は。 そんなの知ってるはずないでしょ。それってきっとあれだよ。あれってで、でじゃ、なんとかそう、なんだっけなんだっけでじゃまで行ったら思い出そうぜ。<laughs> 思い出せないや。私も。ゆかりちゃん。ん私なんかわかってきた。ここ、この町ね。 私たちの町の記憶なんじゃないかな。町の記憶ひなしろのうん。ひなしろだけかどうかわかんないけど、ここの古い町並みって、昔のアルバムとかで見たような懐かしい感じがするでしょうん。ここにいる人たち、私たちも含めて、みんなの思い出の中にある町の姿が形になったみたいな。どういうことさっきの人が言ってたでしょ夕日が溶かすって。 あそこにいた人たちの思い出が溶けて流れ出して、それでこの街を作ってる。そんな気がするの。ほう。と言って、あ、なんかいる。その前三輪車を見たい。ダメだった。な、この人はあの、すいません。はい。ここはどこなんですかうーん、わかりません。えわからないんです、私。 今はいつなのかしらここはどこなのかしら私も随分長いことをここにいるような気がします。家に帰らないと。ああ。<laughs> 男の人かと思った。あ、なんか掲示板あるね。見れないんかい。風鈴の道。なんか風流だな、いちいち。風鈴 なんか懐かしい感じこの音聞いたことあるうん千里どうしたのなんか怖い怖い行こうここあんまり長くいちゃいけないような気がするほうでもこの中入りたい入れないここは長くいっちゃダメなの風鈴のところは でも懐かしいって思ったらこう取り入れられちゃうみたいなことなのかね。怖いね。民家の通り <laughs>。すごい普通の通りになっちゃったな。ここはここも入れないんだ。しかも誰もいないね。おーお、ばあちゃんがいる。あれお先香の匂いしないほんとだ。あの家からだ。お経も聞こえる。お葬式ですかね。かな おばあちゃん。あれ寝てる。湯潰ししたまま寝ちゃったんだね。そっとしといてあげよう。ほう。路地裏。あ、なんかトラさんみたいなのいるよ。あの、すいません。うー、疲れたー。疲れたなー。お姉ちゃんたち、俺どこに帰ればいいんだか知らねえかな。え もう帰りたいんだよ。帰ってゆっくり休みたいんだ。なのにさ、どこに帰っていいのか分からなくてね。やべえ人だ、あの人。あ、あれ、ミカあ、よかった、いた。<laughs> みんな突っ立ってんだよな <laughs>。あれ、この人は話せないの背景だった。板堀のと、あれ最初のとこじゃないこれ。え 話しかけらんないもん。えちょっとな、ど、ど、あ風鈴の通り。ここ入れないもんね。あ、おすり抜けている。え、なんだろうこれ一生続くやつじゃん。 なんか聞こえるあ？てん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 先輩ねえ変なこと聞くんだけど他人の顔覚えてるそこかいそんなこと急に言われたってなんか意味あるんですかなんかさっきから気になって思い出そうとしてるんだけど全然浮かんでこないのうー 思い出せる忘れてる。あたしもだ。あたしたちなんでこんなに思い出せないこと多いんだろう。このままだと何もかも忘れちゃうんじゃない。忘却なんだなんだ今の。ええー、同じとこずっと通るしね。 話しかけらんないしね。この人はしかもこの裏に家あるんだよな。なんか気になるね。でまた戻ってきたと。あの、どうして私こんなところに一人でいるのえ私ずっと一人だったんでしょうか。なんかひどく寂しい思いをしてたような気がするのに、何も思い出せないんです。 私、もう橋を渡るのかしらああ。橋掲示板は見れないね。なんかちょっとずーつ進行してる感はあるけど、同じところをぐるぐる回ってるだけだね。わかんないけど、なんか涼しそうだな。<laughs> やばい、俺も取り込まれてしまう、このままでは。 でもね、こういうね、薄暗い感じは結構好きなんだよな、なんか。落ち着くというか。俺がこの世界にいたらね、もうすぐ、もうすぐいろいろ忘れちゃってるよね、きっとね。あ,あこ、こんにちは。こんにちは。気持ちいい夕暮れじゃねえ。え、ええばあちゃん、もうずっとここでこうしてけどな。 歩いてく人見んの、あんたらが初めてのような気がすんな。おばあちゃん、この町のことわかります町かああ、ようわかるよ。私たち迷子になっちゃったみたいなんです。迷子ああ、迷子なそんな人ならたくさんいるって。たくさんうんうん。そこら歩いてみいや。あんたらと同じ人だらけじゃ。 うん。こうやってばあちゃんみたいにな。ぼーっとしててごらんな。そのうちどうとでもなるって。先輩ダメかも。このばあちゃん、行っちゃってる。うん。先行こ先。ありがとう、おばあちゃん。じゃあ私たたち、行くかいね。そうかい。いい夕暮れをな。行っちゃってた、おばあちゃんは。 こんな感じでいいのかなぐるぐる回ってるけど。ちょっとずつこう。え、この人も,もう一回話しかけられるもしかして。おお姉ちゃん、これは夢かいえ俺夢を見てたような気がするんだ。辛い夢でさ。いくら働いても楽になんねえんだ。もうあの夢見たくねえよ。もう一回話しかけられるあ、もうこの一回だけなんだ。 なんかちょっとずつ一応フラグが進行してはいってるのかなこの人は何なの話しかけられないね、まだ。女の人。話しかけられない。掲示板も見れない。風鈴の道。 いやー、無限ループは怖いですよね。ここは別に誰もいないんだよね。風鈴があるだけで。先輩。んクラスの連中のことを思い出せない。ああ。教師だけじゃない。友達の顔も名前も、一人もわかんない。先輩思い出せる誰かクラスの人間のこと。<laughs> 人間って言っちゃってる。覚えてない。 ゆかりちゃん、私たちどんどん記憶がなくなってる。喪失。やだなんか怖ーい。何かが進行していってるね。おばあちゃんおばあちゃんあ、なんか、なんか、あれ、なんか。みんなこのさ、同じところをループしてることを忘れてないそもそも。おや、また来たのかね。 街はどうだったかのゆかりちゃん、やっぱりこのおばあさんに聞いてみたら。えだって、ちゃんと会話してくれたのおばあちゃんだけでしょ。うん、確かにそうだね。なんかようかの。おばあちゃん何してるのおばあちゃんここで何してるの夕涼みじゃ。ここでこうやって沈んでく夕日の光を見てるとな。 体も心も溶けてくみたいでな。とってもいい気持ちじゃ。このお線香の匂い。お線香の匂いがするけど、どうしてそんなの炊いてるのうー、んうん、お彼岸じゃからの。お彼岸それでお経もそうじゃ。仏さんを慰めてあげな。みんなで拝まんとな。そっか、今日お彼岸だったんだ。何言っとるか。 お彼岸に今日も昨日もね。この町はずっとお彼岸じゃねえの。えずっとそうじゃ。仏さんは数えきれんほどおるでな。お彼岸って。だってお彼岸って先祖の霊を慰めるんでしょうんにゃ。違うのじゃあ誰をみんなじゃ。この町に住むもんはな、みんな悲しくてわびしくて。 橋を渡れん魂ばかりじゃこの気の毒な仏さんたちを慰めていいことも悪いこともみんな忘れさせてなさっぱり赤子さんになってもろて橋を渡れるようにしてやるのがこの町の役目なんじゃなんかよくわかんないなだからこの町はなずっといつまでもお彼岸じゃどどういうことじゃあこの町にいるのはみんな死んだ人なのそうじゃ いつもきれいさっぱり橋を渡れる仏さんばかりじゃないからの。自分が死んだこともようけ知らずにいつまでも生きてる頃の思い出にすがる心も多いでな。この町は優しい町じゃ。少しずつ少しずつ生きてた頃の赤を洗い落としてくれてな。仏さんの心の防湿をきれいにしてくれるんじゃ。きれいになって橋を渡れるようにな。 走って、この街を出る方法。この町死んだ人の町ってことでも私たちまだ死んでないよ。死んでないもんがこの町に来たりはせんよ。そういう仏さんのために、この町はあるんじゃ。あんたらもしばらく町におれば、いろんなことを洗い流して、橋を渡れるようになるからの。そんなのやだ。私たちはこの町を出たいの。ねえ、どうしたらいいの 町を出る。おかしなことを言うの。私たち本当に迷子になっただけなの。お願い。この町からの出る方法を教えて。出る方法なんかありゃあせん。この町から出て行くのは橋が一本あるきりじゃ。橋って何橋って何のこと川を渡る橋じゃ。川を渡らにゃあちら側には行けんからの。 仏さんはみんないつかあっちに行かにはなんねえ。あっち側川の向こうじゃよ。まさか、橋がかかってるの。三津の川さあなあ、名前なぞ知らん。川は川じゃ。その川はどこにそれはわしも知らん。見たものはもう帰ってこんからの。ただこの町のどこかにあると思うんじゃが。 じゃあ、おばあちゃんも。わしな、この歳になってもどうしても捨てられん心があってな。ばあちゃんじいちゃんのことを待ってたんだと思ったんじゃが。でもな、じいちゃん来たとしてもばあちゃんを思い出せるかな。えー、なんか悲しい。